那瀬港に来ました。だいぶね、暖かくなって、あそこの日那瀬ね、あそこの病院があんだっけな、確かね。で、渡ると島をね、2つぐらい進めるんですね、今日は行かないですけど、バイクで行ったことがある。本当にね、絶景ですね、島をね、渡っていく。ただね、しまなみ海道みたいにね、ずっと渡って四国まで行けるわけではないんですね。で、ここフェリーが出てます。岡山日那瀬から、小豆島ですね。で、小豆島からまた高松港に出るね、便があるんですが、はい、まあ、小豆島の中をね、ちょっと走らないといけないです。しばらくね、走らないといけないんですが、そういう便がありますね。これ、こんな小型のフェリーってあるんですね。どこに行くんだろう、航路は。ね、乗用車で言うと3台ぐらい乗せて終わりなのかな。で、あっちはね、相当、ね、客席もあるし、いいですね。小豆島行きフェリー。乗ってますね。なんかね、ローリングタワーがあって、こういう船って常に塗装してるんでしょうね。しっかりとね、バッチリと錆びて、全く錆びがないですね。バッチリとね、生きてますね。ちょっと岸壁まで行ってみようかな。おお、これ多分深いんだろうな、相当ね。瀬戸内海ですね、ここね。なんか見るとこないのかな。あ、ここはね、食事、ちょうど今昼休みなんですけど、カキおこで有名ですね。でもカキ、食べれないわけじゃないけど、嫌いだからね、食べないですね、はい、普通のお好み焼きだったら食べれるんですけど、ね、はい、では岡山に帰りましょう。仕事が待ってる。まあ、アイクルーザーもね、止まってるんですね。停泊してる、いい場所です。備前海の駅というところに来ました。ね、道の駅ってね、よくあるけどね、海の駅ってね、そう、館山にあったかな、千葉のね。それ以外は行ったことがない。あ、これはもしかして光栄堂のきびだんご、ただね、ちょっと魚はダメなんだよな、嫌なんだよね。かな、かな、あ、結構食べてる。カレー。おう。もう海産物が多い。あ、そうでもない。そうでもない。ヒレカツ。ヒレカツとかは食べれるんですね。で、そこを食堂で食べれるんだ。お芋売ってますね。で、1本300円って結構高いかも。ドン・キホーテで言えば、1本100円で売ってたかもしれない。ちょっと高いかな。あ、玉ねぎが一玉38円。これは安い。あ、じゃあ多分ね、今年は高いんですね。人参とかね。あ、ここは全部地元の取れたばっかりのやつなんですよね。料理しないから分かんないや。ダイソーが、まあ、広島が本拠地なんで、岡山の隣の県にさすがに多いですね。道の駅。で、なぜか HDMI を買ってしまった。はい、特に何も買いませんでした。魚介類は当然嫌なんで、多分買ってません。